父さん、あの山根博士の息子さん。山根新吉です。大戸島でゴジラに家族を奪われた父は東京に来て山根家の一員にしてもらいました。ゴジラの話は小さい時から親父に聞かされてましたし、祖父の部屋にはいっぱいゴジラの資料がありました。でも、いやだからゴジラはあくまで趣味にしておきたいんです。例えば従来の酸素ボンベをはるかにコンパクト化することができますし、微小化した酸素を与えることによって魚の巨大化にもすでに成功しております。エネルギー、食料問題は大きく改善されるでしょう。まるでバラ色の発明のようですが、こういった話にありがちな怖い面というのと言いますか、副作用であるとか兵器としての利用価値であるとか、小さな原子が金属の隙間に入り込んで物体を破壊する。水素原子で知られています。ミクロ騎士外のことで、ええ、それが芹沢博士が40年前に作られたものと近いもののような気がして、宇宙の酸素を一瞬にして破壊し、あらゆる生物その後で液化してしまう液体中の酸素破壊剤。博士はご自分の発明が兵器として使われる原爆以上のものになるとおっしゃってました。そのために自らの命と引き換えにその発明を封印なさったんです。もしテレビに出ていたあの方の発明が同じものだとしたら、まさか。でしたら芹沢大輔博士のことは知ってます。では当然芹沢博士の発明のことも。酸素の研究を始めた時にそのことが頭になかったという様子も。確かにミクロキシゲンの先にそれがあることは予想しています。それじゃあその危険を承知で。40年前とは地球の環境資源の問題は大きく違います。悪魔の手を借りなければならないほど深刻かもしれない。では芹沢博士の死の意味は。科学者が楽観的というなら、君たちマスコミは干渉的で独断的だ。理論上は可能だと言ってるだけで、私は芹沢博士の意思に逆らってまで作るとは言ってない。科学的にそんなことならどうやって。可能性が一つあります。40年前、東京湾でゴジラを消滅させた。まさか。オキシジェンデストロイ。ケンちゃん、オキシジェンデストロイヤーに関する全ては芹沢博士が消し去ったのよ。
何も残ってはいない。それは博士がなぜそうされたのかを考えれば。言われてみればそうだよな。もし作れたとして、ケンちゃんは何の迷いもなく使うの？どうですかね。ただおばさん、今回は40年前と違って地球が滅ぶかどうかという瀬戸際なんです。それでも私は使ってほしくない。たとえどんな理由があろうと。そんなことがゴジラの体の中で。まだ極秘だよ。マスコミの中心にいる姉さんに話すのは、博士に個人的にコンタクトを取ってほしいから。私からは断れない。おばさんの気持ちもわかるけど、それでもやっぱりあの人しかいないんだよ。